この校では2005年のアルビレックス新潟について記述する。監督は前年に引き続きソリマチ工事が務めた。1999年から在籍していた秋葉田弘が徳島に、深澤仁志博がモントリオールインパクトに、安永学が名古屋に、栗原啓介が神戸に、平間智和が FC、堀越に、オゼアスがブラジリエンセー C に、 オベルトがアトレチコでイビラマに移籍し、安倍敏行が退団、期限付き移籍加入していた、松尾直人は遺跡元に復帰した。補強は、名古屋から海本慶治、海本幸二郎、岡山哲也、神戸から青野大輔、山形から中村康生を完全移籍で、鹿島から大谷昇治、AD3 回ターノから、元ブラジル代表アンデルソン・リマを期限付き移籍で、獲得。 また、諏訪雄大、藤井大輔、田中修才、吉沢翔吾、川原和俊といった、年代別日本代表を含む、新卒選手も獲得した。2005シーズンはシーズンを通して守備が安定せず、厳しい戦いが続いたが、ベテラン選手やシーズン途中に、岩田から期限付き遺跡で獲得した、MF、菊池直やら守備陣の踏ん張りとファビーニョ、エジミューソン、 アンデルソン・リマのブラジル人トリオを軸にした攻撃陣の奮闘もあり J1 残留を果たし最終的には11勝9分14敗の12位でリーグ戦を終えたシーズン終了後5年間にわたり式を取った反町幸治監督が優待した最終更新日2013年1月22日出展 J リーグ2013年1月22日閲覧 開催地、A イコールアウェイ、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。アルビレックス新潟 V ザスパクサツジュビロ岩田 V アルビレックス新潟2003から2004と同じようにシャツがオレンジ、パンツが青色のデザイン。シャツの肩から脇にかけて白いラインが追加され、トリコロールとなる。セカンドは小さな襟がつく。 ありがとうございます。